はい、そしたら今日はこちらです。Amazon から届きました。これ読み方がわからないですけれども、ハローって言うんですかね。そこのドッキングステーションになります。ちょっと開けていきましょう。こちらですね。Type-C ハブ 10-in-1 タブレットスタンド、折りたたみ式スタンドです。開けづらい。よいしょ。はい、これですね。で、なんでこいつを買ったかというと、レギオン5ですね。レギオン5の、スタンド、ペン、ハブで、なんか都合のいいものがないかなと。で、かつコンパクトなものが良かったので、いろいろ探して、ちょっとこいつに、目が止まったという感じですね。値段は、どうなんだろう。これ、6300円でしたね。色はブラック。USB3.0 が3つ。で、SD カード、マイクロ SD カードのスロットが、あります。で、HDMI ポートも、備えていて、急速充電用の、Type-C のアダプターが1個。ステレオ、ミニジャックが、1箇所、有線 LAN 変換ポートが1つで、 VGA ポートが1つと、そういった構成になっています。こんな感じですね。はい、じゃあ開けていきましょう。オープン。まず取説が1個、型番はこれみたいですね。 HX-10-in-1 一応日本語と英語、日本語だけか、ちゃんと日本語で書かれていますね。保証期間は購入から7日以内で、3ヶ月以内の無償、無条件返金交換ということです。取説って言っていいのかレベルの、用紙が一つ入ってます。で、これが本体ですね。はい、だいぶコンパクトです。もうちょっとね、ちょっと部屋を移して、細かく見ていきたいなと思います。はい、そしたらちょっと本体を見ていきたいと思います。畳んであるとこんな感じですね。かなりコンパクトです。で、私がちょっとこのスタンド選ぶにあたって、ポイントにしてたのは、もう、USB-C のケーブル付きのもの。要は、パソコンとかタブレットに、つなぐ USB-C のケーブルは、いちいち、用意して付けるんじゃなくて、もうスタンドにそもそも付いてるもの、これを選びました。っていうのもめんどくさいので。で、Type-C のケーブルをまたここにガサンと挿すと、かさばるのと、絶対使うじゃないですか。このハブスタンド使うときに必ずパソコンとかタブレットに、ケーブルって使うので、このケーブルはもう本体に、ついてるもの、それを、選ぶようにしました。ちょっと断線とかあるとちょっと怖いんですけどね。でも見た感じ、すごい根元の作りはしっかりしてそうなので大丈夫。変なことしない限りは大丈夫なのかなと思っています。なので、まずケーブル付き。で、じゃあこっちから見ていきましょうかね。これは、パソコンとかと、繋ぐための USB-C のケーブルが付いています。はい。で、ここにイヤホンジャック。で、ここに、急速充電用の Type-C のポートがあります。一応これ、100W まで、対応しているそうです。この USB-C ポートが1個。で、こちら、Type-A の、ポートが、これ 3.0 だったと思いますね。3.0 の、USB、Type-A のポートが1、2、3、3箇所あります。これ、レギオン5の場合はね、ちょっと助かりますね。Type-A のポートないので。はい。これが3箇所。で、最後こっち行って、LAN ケーブル、つなぐためLANポートが1箇所あります。で、VGA の、ポートが1つ。これはディスプレイポートか、HDMI のポートでいいのになとは思ったんですけど、VGA のポートが1個ついてます。で、こっちに、HDMI のポートが1つですね。1つ HDMI のポートがついていて、こちらは、SD のカードスロットですね。SD カード、あとはマイクロ SD とか、そういったものの、スロットがついています。何気に、これあると便利ですね。はい。で、
まあ、こっちが後ろなんですけど、ここは、ちょっとラバー調になってます。滑り止めですね。滑らないように、ラバー調になっていて、で、まあ、ここに、VGA だったら VGA、LAN、USB 3.0 とか、こなして、まあ、親切で、印字されてますね。パワーデリバリー、オーディオとか、ね。なかなか、親切な、設計になっています。はい。で、畳むとこんな感じ。で、起こすときは、こうか。こうして。で、ここもこうして。ヒンジが2点あるので、ここで、調節をする感じですね。こんな感じで。可動域は、もういけるとこまでいっちゃいますね。当たるとこまでは曲がります。まあ、これも当たるところまではグイ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 動かせる感じですね。まあ、ちょっと適当な位置に合わせてみましょうか。はい。まあ、こんな感じで合わせますよね。で、まあ、今もちょっとカチカチ言ってましたけど、まあ、ここが360度回転するようになっています。なんで、まあ、この人角に置いたとしても、こうやって向きを調整するのはすごく楽ですね。スムーズに。全然力入れなくてもカチカチ回ってくれます。はい。なんで、あれなのかな、カフェとか場所がないところでちょっとこれ置いたときには、ちょっとまあ机角になっちゃうなというときでも、こうやって好きなところに向き調節できるので、そういうときには向いてるかもしれないですね。はい。では、こいつにタブレット。今回私はレギオン5を、つける目的で買っているので、レギオン5を置いてみたいと思います。で、これ、レギオン5ですけど、もう一個ちょっと私気にしてたのは、レギオン5の、排気？排気はまあ、ここ上から出ますけれども、ここが吸気になってます。なので、ここがね、もう完全にベタッと、スリットが入ってなくて、密閉されてるような、そういうスタンドもあったんですね。まあ、これだけちっちゃければ、なんか、まあ、この上に、逃げてく感じになるので、まあ、いいのかもしれないですけど、この受け手の方が、板が大きくて、しかもこの人スリットも空いてないようなやつだと、完全に、ここの、吸気口、塞いでしまうので、ちょっとそういうのは、まずいかなということで、その辺も、スタンド選ぶときにはですね、気にして、購入をしました。はい。じゃあ、ちょっとセットします。はい。こんな感じですね。で、このケーブルは、私はいつもこう、下にくるっと回して、ここに差し込んでます。まあ、こう、後ろに回して、下から私はいつもこいつを、ポチッと。差し込んでる感じですね。なかなかね、このレギオン5のこの下のポートって、活かしづらいんですよ。なので、まあ、こういうスタンドがあると、とても、まあ、つなぎやすいところにポートが来るといった感じになりますね。はい。まあ、取り付けるとこんな感じになります。あとでちょっと写真で、もうちょっと、綺麗な感じで、のっけておきますんで、イメージ画像ですね。ちょっと見てください。で、まあ、あとは、まあ、これに対して、まあ、キーボード、まあ、マウス。まあ、これがあれば、大体のことは、これで解決できるかな、という感じですかね。はい。まあ、一応ポートもここにあるので、タイプ A もこれで使えるようになります。急速充電する場合は、ここに、まあ、この配置の場合はですね、ここに急速充電の、パワーデリバリーのポートが来ますんで、まあ、電源をここに、繋いであげれば、充電しながら、作業ができると。で、まあ、モニターに映すときもですね、HDMI と、VGA、それぞれこの、スタンドの方に持ってますので、そいつにつなげてあげると、モニターの方にも、映像を映し出す、拡張複製ができることになります。はい。まあ、今回はこんな感じになりますね。だいぶこれコンパクトですごく良、かったと思います。いい買い物もできたのかなと思っていますね。まあ、今日、購入したのはこちらでしたね。Type-C Hub 10-in-1 のタブレットスタンド。ハロっていうところですかね。よくわからないメーカーですけれども、聞いたことのない。まあ一応仕様もね、こんな感じになっております。まあ、本体サイズ、本体重量は 230g で、耐荷重が 1kg で、本体の素材は、アルミ合金と ABS 樹脂になりますね。色は黒。はい。まあ、その他の、まあ、仕様はこんな感じになってますんでね、ちょっと覗いてみてください。まあ、最後にもう一度ポートだけ載せておきます。こんな感じです。なかなかレギオン5が黒なんでね、なんかスタンドも黒でちょっと統一感があってすごくしっくりきます。これだけ見せとくか。一応ね、レギオン5を乗っけた時の、ここの土台は全部はやっぱり乗っからないです。半分ちょっと超えたぐらいに引っかかってるっていう感じですね。はい。ちょっとそこだけ、まあ、気になる方は気になるかなと思いますね。ちょっと乗っけておきます。ただこれでね、落ちるとかそういうことはまず、ないですね。かなり安定して、使えます。はい。
まあ、何度もこれでと言ってますが、今日はこれで以上になりますので、はい、ご視聴ありがとうございました。